はい、速稼塾の久保でございます。いつもお世話になります。今回ですね、 FX についてのメールをいただきましたので、こうやって動画で返信をさせていただきますね。東京にお住まいのあきらさんからでございます。久保先生、平成よりお世話になっております。たまには FX 部門の生徒として近況報告と思いメールさせていただきました。はい、ありがとうございます。先日はムーブの、これズームですね、ズームの FX 会参加させていただきありがとうございます。またズームの、ライブやりましょうね。振り返れば2018年の速稼塾ジェネシスの夏季講習、中丸トレーダーのゾーンの PDF との出会い、数回の東京海老名 FX オフ会参加、毎朝の先生の動画でその日の相場を予想してきました。たくさんね、一緒にやりましたよね。で、2019年1月からは真剣に FX に取り組むことを新年の計といたしました。はい、1年過ぎましたけどね、いかがだったでしょうか。結局ほぼ2年がかりで少しはまともなトレードができるようになってきました。お、先週は9勝0敗、すごいですね。獲得ピップスは平均17ピップス、最小9ピップス、かなり安定してるじゃないですか。 FX を開始以来初めて週を無敗で乗り切ることができました。すごいな。先生の見るのも相場の精神でポジポジ病も少しずつ治りつつあります。このポジションをね、取らないと損した気持ちになるのって結構あると思いますけど、私はね、今週取ってないわけじゃないですか。それを毎日放送していて、これはねレンジなんで私はちょっと苦手なんですっていうことによって、多分無理に取んなくてもいいんだっていう風に感じていらっしゃる方もいるんだろうなと思うんですよ。まあ、そもそもね、チャート見た時にこれはいけそうだと思うことがたくさんあるっていうのがちょっとね、上級者でもない限りあんまり浮かばないとは思うんですよね。まあですんで、まだ成績がそれほど安定してないなと思われる方はですね、ポジションの回数を減らすためにどこが無駄なんだろう、どこが勘違いしてるんだろうってことをやっぱり基本に立ち返って見ていくといいと思います。そういう意味でね、速稼塾の FX 講座、今日は第4回目をお伝えしましたけども、陽線とか陰線とかのね、陽線1個取っても本当にバリエーション豊かなんですよね。まあ、そういったことを見ながら、今はエントリーしていいんだろうか悪いんだろうかっていうことをやっぱり確認しながらやっていければなと思いますよね。で、先生と違いドル円だけではなく、ユーロポンド、豪ドルの5種類の通貨の組み合わせでのトレードをしております。ロットも 0.01 から徐々に上げて 0.1 で、先週はトレードしました。進んできてますね。で、先生のご指導通り3年間諦めないという精神でコツコツと勉強してきました。諦めず頑張っている速稼塾の生徒さんも多いと思います。非常に多いですよ。やっぱりね、結果が出てないのに頑張る、ここにすごく価値があると思うんですよ。結果が出ればね、やっぱやるようになるんですよ、頑張らなくても。ですからこの不分率ですよね。結果が出てないからこそやらなくちゃいけないと、結果が出だしたら多少手を抜いても大丈夫みたいなね、どちらかというと結果が出てないのに手を抜いちゃうっていう風なね、ことになっちゃいますからね。で、まだ道半ばでございますが、いろいろとご指導お願いしますと。はい、で、今回のね、感染症が収束に向かえばお会いしたいと思います。寅さん祭りが行えれば良いですね、お礼まで今後ともよろしくお願いしますということで、こちらこそお願いします。本当にですね、私もね、日本全国回りながらの速稼塾のこういったね、動画の発信の運営だったんですけども、ここのところも全然、出ることもないし、人を迎えることもなかなかね、社会情勢上できないしということで、特技を生かしていけないなと思ってるところであるんですけども、まあ必ずね、夜明けは来ますんで、その間はしっかりと部屋にこもって FX 勉強して、で、再開した時はね、もっともっとお互いにいい姿を見せれるようにしときたいですね。その時はよろしくお願いします。またね、寅さん記念館にも行きたいなと思ってるんですよ。本当に商店街がどうなるか、私はね、日々日々、心傾けておりますんでね。私の住んでる町の商店街ってのはもともともう終わってますんで、こういうね、感染症があろうがなかろうが、そんなに客足変わんないんですよね。はい、ということでございます。またメッセージください。ありがとうございました。